じゃあ10分ほどの遺伝研の森がこのメタゲノムからのゲノムアノテーションっていうのはメタゲノムからゲノムアノテーションするっていう感じのものが最近流行りだしているので、それについてちょっと説明というか話します。で、僕自身はもともとはその微生物の群衆をメタゲノム解析して、特に時系列で解析してあげて、まあ、そうするとメタゲノム微生物群衆自体は環境刺激によって結構変動しますので、その変動がどういうメカニズムによって起こっているのかっていうのをメタゲノム解析を使って解析しているっていうのが、まあ、メインテーマの一つになっています。で、それ以外に微生物の統合データベースマイクロブディー .jp というのをもう5年以上作ってきています。これはすごい大きな共同研究で作っています。あとは汚い DNA を扱うのは割と得意ですので、こういうそこに座っておられる瀬川さんたちと一緒にもこういうあんまもう絶滅してしまってただ骨とかは残っていて、まあ、その骨の中には昔の DNA が割と残っていることもありますので、まあ、全てではないんですけども、でそれらをドリルで削ってでコンタミンを少なくした上で DNA そこから取ってきてそのシーケンスするっていうことをやったりしています。まあ、遠征と DNA アナリスと言われているものですけども、で、まあ、今回メタゲノムの話ですけども、メタゲノム自体、まあ、微生物群衆についてですけども、ここにいる微生物っていうのは主に原核生物ですね、は、まあ、僕らのお腹の中だったり土とかにいっぱいいるんですけども、多くは培養するのが難しいです。で、それらを調べようとすると、で、まあ、調べる目的としても2通りあって、1個は培養困難な個々の微生物ですね、それの系統だったり機能を知りたいっていう目的の人たち、またその群衆にの生態学とかに興味があって、それらの各群衆の例えば土壌のある群衆だったりっていうのの系統組成、どういう微生物がどれぐらいいるかっていう情報だったり、あとはどういう機能を持った遺伝子がどれぐらいあるかっていう情報などを知りたいっていうような2通りの目的があって、多くの人たちが今メタゲノム解析というのをやっています。で、メタゲノム解析自体はもう結構乱暴な方法で、環境中から、まあ、微生物群衆から丸ごと DNA を抽出してきて、特に PCR とかもあまりかける必要なくてそのままシーケンスをしちゃうっていうようなやり方です。で、それでシーケンスしたものを、まあ、これは割と古いパイプラインであるんですけども、メタゲノム用のアセンブルツールで個々のゲノムをの断片を構築してあげて、それらから遺伝子を測して、ケグだったりトレンブルとか、いろんなデータベースに対して配列構成検索をして、個々の遺伝子の機能アノテーションを自動でつけて、自動でつける意味というのは基本、やっぱり100万タンパク質とかそれぐらい出てきちゃいますので、1個のメタゲノムとかから。そうするともう死亡じゃどうしようもないんですね。で、かつ、よく分かってないバクテリアとかの由来の遺伝子だと、アイデンティティ、例えばブラストピーでのアイデンティティ 40% とかそういうレベルでしか当たらないことも多いので、まあ、その場合なかなか高度のノーテーションつけるのは難しいので、オートノーテーションすることが多いです。で、そうしてあげて、まあ、そこの環境中の遺伝子機能組成だったり、まあ、それぞれの遺伝子を誰が持ってるかっていう機能組成というのを明らかにするということをやっているのが普通です。で、これがまあ今までメタゲノム解析だったんですけども、まあ、ここの数年でちょっとだいぶ状況が変わってきてまして、それは個々のアセンブルしたメタゲノムからアセンブルした配列断片ですね、それらは割と長く構築することができるんですが、大抵の場合はだいたい十数キロとかそれぐらいしかの長さしかにしかならないんですけれども、それらから各微生物ってやっぱコドン使用頻度だったり、あとはまあそうですね、コドン使用頻度だったり、あと連続塩基頻度4連塩基とか5連塩基の塩基の連続塩基の使い方というのが微生物によって異なっていますので、まあ、それらの情報を使ったり、あとは各環境中に存在している微生物もそれぞれの存在頻度が違いますので、それはカバレージとして現れてくるので、それらのカバレージだったり、あとは4連塩基とか連続塩基頻度などの情報を使ってあげて、各コンティグ、まあ、アセンブルした後の配列ですね、でをそれぞれの似た、まあ、カバレージが似てたり連続塩基頻度が似ている配列のセットに分けるっていう、そういうビーニングっていう作業が非常に最近流行っています。でもこれ結局やることっていうのは、メタゲノムの全体像を今までそれで議論するっていうやり方がこういうやり方でよくやられてたんですけれども、これはメタゲノム全体っていうのは遺伝子プールと考えて、ある環境中の微生物群衆の遺伝子のまとまりとして捉えて、その遺伝子プールがどういう機能だったり系統組成になっているかっていうのを調べるやり方だったんですけれども、それはなかなか解析が難しい。
特に個別の微生物に興味がある人はそれは本当の目的ではないので、メタゲノム全体像を議論するのではなくて、あくまで個別の微生物に興味があって、その例えばその環境中である程度頻度が多いような微生物だと、こういうやり方をするとドラフトゲノムと言えるようなものを構築することもできますので、場合によれば。で、そういうドラフトゲノムを抽出してあげて、その各ゲノムが持っている機能について、比較ゲノム解析をしても、単なるメタゲノムじゃなくてゲノムの機能をしようというような動きが非常に活発になってきています。で、そういうことをできるようなツールがいっぱい持っていってます。もうアセンブルしたコンティルと、それにリードマッピングしたバムファイル、2つを入力してあげると自動で分けてくれる、これビーニングをしてくれるっていうことができるようなツールがもうこう出てます。そういうのを使って、まあ、例えば例としても2015年メイちゃん出ましたけども、地下水の、アメリカの地下水のメタゲノム解析をしてあげると、まあ、全然培養できないんですけど、今まで全然分かってなかった、ゲノムが全然見つかってなかったような、まあ、ゲノムがそもそもシーケンスはできてなかったような系統群、キャンディエートファイラルラディエーションと彼ら言ってますけども、それらが800株ぐらいドラフトゲノム決めましたっていう論文ですね。で、まあこういう論文だったり、あとはこれは2017年ドラフトゲノムです。ドラフトゲノム。で、そのクオリティに関してはこの論文の方が詳しいんですけども、2017年ネイチャーのマイクロバイオロジー、これは彼は実験したわけじゃなくて、8000株ぐらいのメタゲノム解析、だいたい1000から2000ぐらいのもう公共のデータベースに存在する SRA とか DRA に存在するリードデータですね。あれを自分たちで再アセンブルして、そこから先ほどのこのツール、その場合メタバットでツール使ったと思いますけども、の情報を使って、それでドラフトゲノムを再構築してあげることで、まあ、8000ゲノムぐらいのドラフトゲノムを作りましたというような論文です。で、それの、このボスコでしたっけに、が真核生物の場合は、割と、ゲノムのコンプリートネスとかを測るのに使われるんですけど、それのバクテリア版みたいなものもあって、そういうツールを使ってあげて、コンプリートネスと、あとはコンタミネーションですね、のレシオを測ってあげるっていうこともしたり、あとは、まあ、この tRNA、普通はバクテリアの場合で20アミノ酸、に対応する tRNA 20個あるんですけども、それあるとまあとりあえず全部のアミノ酸コードできてますねっていう tRNA のリストになるわけですけども、それが何個ぐらいありますかっていうので、何種類ありますかっていうのを測ってあげると、まあ大体はその今回構築したゲノムだと17種類と、まあ、完全ゲノムとは言い難いんですけども、まあ、そういうのを作りましたっていうような研究がいっぱい出てきてます。で、それらのメタゲノムからアセンブルされたゲノムっていうのをマグ、メタゲノムアセンブルゲノム、マグと彼らは名付けて、で、そういうのが、この、例えば JGI が運用しているゴールドっていう、ゲノムのメタデータ、あとメタゲノムのメタデータのデータベースですけども、の統計量の中にも、ここに、メタゲノムアセンブルゲノムっていうのが5064なんですね。この5067っていうのは、この8000のこの情報っていうのが、まだ完全には登録されてないので5000とかになってるんですけど、これ、今後これに、この8000のものが登録されますね。もうやたらと増えるわけです。で、その増え方に関しては、このエチャバイテクの2017年に論文が出ていて、大体この、先ほど、まず、こっちのちっちゃいグラフですと、黄色が、これは単離されて、培養されて、それをゲノム決めた微生物のゲノムの数の増え方を表しているんです。まあ、もう数万株余裕でゲノム出てるんですけども、それに対して、MAG、まあ、メタゲノムアセンブルゲノムに関しては2000、最近ちょっと増えてきてますねっていうことが書いてあって、それを拡大したのがこれですけども、まあ、2013年頃っていうのはまだツールが全然揃ってなかったんですので、イミュノハイセクとかも当然使われてたんですけども、それだけだと、バイオインフォの方だとまだ制限があったので、なかなかあんまできなかったんですけども、その後に、さっきのメタバットだったり、いろんなツールができてきて、もう自動化できているので、その辺が増えて一気に、メタゲノムアセンブルゲノムの数が増えてきています。ただ、メタゲノムからアセンブルしてドラフトゲノムを作りました。ほとんどの場合、完全ゲノムは作れないです。もうドラフトゲノムです。ただ、ドラフトゲノムといった場合のクオリティには様々なものがあるので、それらのクオリティもある程度メタデータとして記述した方がいいだろうということで、ゲノムスタンダードコンソーシアム等が中心になって、ネイチャーバイティングにこのバイスペクトルというものを出しました。ここで
ミニマムインフォメーション、ミニマムインフォメーションアバウトゲノムとか、ミニマムインフォメーションアバウトマーカージーン、ミグズとかミマークスとかミクシスっていうのは、今までミニマムインフォメーションとしてゲノムスタンダードコンソーシアム等が提案してきて、それは INCC の中でもう必須項目としてメタデータ、例えばバイオサンプルに書くメタデータで必須項目としてこうしてくださいねっていう指針が出たりするんですけど、それにのメタゲノムアッセンブルドゲノム版だったり、シングルセルでのゲノム版でミサグとかミマグ、まあ、発音どうするのか分かんないですけどっていうのも提案されています。でそこではこのアナリスプロジェクトタイプとかタクス ID はこれはいいんですけど、アセンブリソフトウェア、アセンブリにどういうソフトウェア使いましたかとか、アセンブルクオリティとリグラルですかとか、コンプリートネススコア、これパーセンテージで書かれますけども、ね、だったりコンタミネーションの割合とか、あとコンプリートネスをどうやって測りましたかっていうツールの名前とかを必須ですよというふうに設定しています。でなのでメタゲノム、今まではもうジンプールとしてメタゲノムを捉えて、それを集団のゲノムと捉えて、その中の遺伝子の組成だったり形状組成を解析するっていうようなパイプラインを使われたんですけども、ただ多くの研究者は実は、まあ、メタゲノムといっても群衆を相手にしたかったわけじゃないっていう人たちも結構いたと、まあ、結局培養できないんでメタゲノムを作るしかなかったっていう人たちも割と多くいて、まあ、そういう人たちっていうのはこの群衆からシングルセルをでアイソレーションしてそのゲノムを決めるっていうシングルセルでやるアプローチだったり、あとはメタゲノムシーケンシングはするんですけども、そこから培養肉の力でゲノムを、まあ、取ってきてあげて、その個々のゲノムについてのアノテーションをして、で配列解析をして比較ゲノム解析をして論文を書くっていうのは流れがかなり割とメタゲノム業界というか微生物生態学、微生物の分野でかなり大きくなってきてますという紹介でした。はい、以上です。